疲れ。お疲れ様です。ついにマイク買ったね、 iPhone 用の。買いましたね今からですね、珍しく俺が運転しようでしょ。はい。何って言ったら、俺の下僕が今日はおらんだわ俺の下僕俺の下僕、毛虫顔のやつあのさ、まあこれ前問題になったんだけど、まあこれうちの人間じゃないよ、現場でさ、下請けの子たちがさ、やっぱベトナム人修正って真面目に一生懸命やるやん。はい。ベトナム人が怒ったな、お前ら日本人も働けよって言って、うちのベトナム人行って凶暴化してるから、もう、はい、俺の放射能浴びてるから小林菌に感染しようから、あいつらで、まあ現場内で分からんけど、いろんな会社さんがあるもんで、まあ、やり方は分からんよ。実習生にはまあ残業代も払うし、あれだから片付けはベトナム人やりなさいよ、で日本人は分かる打ち合わせとかやりなさいよとか、はい、まあ、いろんな絡みがあるから、まあ、作業するからはしないから悪いっていうわけじゃないしな、はい、俺も現場行ってやらんじゃん、はい、それがいい悪いはまあ俺も分からんだけど、まあたまたま喧嘩になったんやな、あれ何忘れちゃったの話かああミッチの話か、俺の下僕の奴隷の話だったで俺のフィリピン下僕はフィリピン下僕は最近社長って息巻いとるもんで、はい、まあ、仕事できるでな、あいつ言っても、はい、ただ俺は一つだけ言いたい、顔がブサイク俺ブサイクだもんね、かっこいいやつが落としなんか女の子寄ってこうへん、キャバクラ行ってもわかる、ブサイクブサイクで相性が悪すぎる、イケメンな部下をつけとる連れとるとやっぱ可愛い子寄ってくるやん、はい、あれでも言ってチャンネル登録者が増えるもんな、あれってか、まあそのごく一部なんだよな、はい、だってコメント入れる人が 1% か 2% だって言ったら、あれそうですね、こないだの動画はそんな風に感じるかというか、あの泳いだやつは多分全人口が入力してんじゃねえかっていうだって俺30本ゲームブヤーって溜まってたもんな、落としても落としても、でコメントを落としても落としてもなんかもう溢れてきとったろ、はい、やばかったな、水のように溢れてきとったな、まあ、そんな感じで視聴者の皆さん、うん、まあこの間だって現場突撃訪問めっちゃ伸びたよ、はい、うん、だって今日も突撃ね、完全に、はい、もうあれ一番面白い絵はあれだよな、詰め所に日本人が全員サボっとって、はい、ベトナム人全員が積み込みやっとる、まあ、面白いってちょっと不謹慎だけど、もう俺の鉄拳飛ばしてもいいタイミングだよな、てってれーてーてーてってれーってパキーっていいやろ、はい、それも視聴者はそれはさすがに炎上しんだろう、はい、それはもうあの居酒屋の店員になんか掴みかかったぐらいで炎上したけどなあ俺殴られとってやろ、掴みかかってあれだろ、なんかすごい、しかももう半分ドッキリで分かったじゃん、あんなんな、もうあんなんだっておかしい、お前の編集が悪いんだよく足早が仕事どうなこうなんて言うけど、まあ、そんなコメント言うのにやばかなと思って、足早がどうなこう、まあ、足早って違う、また違う極めじゃん、はい、もう体力の限界に挑戦するっていうことはもうほっとりええだよ、あの鉄骨飛びも偉いし、あのパソコンワークやってこういうスーツ着とる仕事も偉いじゃん、はい、営業も偉いやん、職人なんか営業できんねえな、津田さん X でだわ、道をや道調子のディベートのトロップ視聴者の皆さん、あいつ調子のディベートのトロップ、あんな顔でよう乗れるな犯罪だぞ、あの顔でちょっとやばいぞやばいわ、お前まずいぞお前さん知らんぞ俺がいいでいいけど、カメラ回します、カメラ回します、はい、カメラ切り替えました、井口寿司美ここに待機してみてくれ、どこにおるかな、まあ、6時は積み込み終わっとるか、あ、もう1回やるか、あれ誰もないよ、あれ、本当か、入り口に止めたら誰も逃げれましょうか入り口に止めたら誰も逃げれんでよし、やっていくぞ、ほら、やろう、視聴者の皆さん、ベトナム人だけやらしょ、こいつはほんとこちらへそうはい、あ、あ、いや、おい、はい、日本人サボっとうだろ、あやってるよ、よしはい、でー誰もらんの、あ、おるよ、誰か一人いらっしゃるでしょ、ほら、携帯で朝のインスタしようじゃん、インスタがこれだわインスタがカメラ好きよ電話しながらやってほしい、お前つまらんな、はい、お前つまらんな、仕事しとんの、はい、仕事しとんの、いや今ちょっと今日ご覧に行こう、嘘つくわ、携帯で何やっとんの、はい、ほら見ろ、皆さん見てください、皆さん見てください、ムカつくわ仕事のラインで足場グループのラインだわ
なんだおい、なんだこの動画。ちょうどよかったですね。何が？今無修正動画見とったんですよ。無修正ってそれ全部本当は無修正。エロいもんで、ね、修正がやるんだけどね。普通の動画は無修正。何やった？いや、ちょうどあの現場のあれっすね。そう、はい、どうせお前クズみたいに調子乗って社長ぶっ飛んかなと思ったら、お前俺のさっき感じとったな。お前そこに防犯カメラの知らない。防犯カメラ6時、まあ20分ね、今ちょっと見ておこうか。お前事務所かなんかから連絡もらったな。え、こんなに40までないか。おい、何でこんな掃除までしてるじゃん。嘘でしょお前ら。絶対ありやん、だってもう6時だよ。何もなんかこんなん絶対してないってお前ら。おい、じゃね、お前俺が来るって知っとっただろ。社長来るで掃除しろよって言われたんだろ。ほら見ろお前、はいとか言ってるから。あ、お前どっかから情報入ったな。いや、入ってないじゃん。あ、嘘つくなお前。入ってないじゃん。どっから情報入った、まあ、ちなみに言うと LINE 見したいんですけど、こいつがかわいそうなんであんまり LINE 見したくないですよね。どういうこと？来とる、来とる最中になんか LINE で今社長向かってます。本当に？俺でも本当知っとるだろ、だってあいつ今入ってったわ。いや、で、すぐ消しといてくださいと。あ、すぐ消しといてくださいって僕も消しておくんで。おー、動画に長いまたボツだな。あ、俺が来るって人だ。知らせて。あ？僕は知らせて。最初そこ見てくに掃除しろって言われて。うん。まあ、そこ終わったんです。うん。お前が行ったの？これ片付け。もう最後。でも6時半。どうしよう。怒っとんの？世の中に怒っとんの？世の中に。生き残っとんの？あれ、トシ君も、あれ、後で来るわって、こんな。うんこしちゃいって言ったけど。ちょっとやっと。イケメンは？イケメンあるってよ。そうか、みんなこんなにやっとんの？お前らなんか日本人どうせあれだろう、ベトナム人にやらせて休憩所でサボっとんだろ。お前が人を真面目やな。お前いつも褒められとるもんな。なあ、じゃあ YouTube 撮っとる以外、 YouTube 撮っときゃしょうがないじゃん、うん、だけどな、お前いつもやってるよな、俺に言ってるよな。すごい。どうしたん？どうしたん？あれ、イケメンちゃんは？あれ、カンタは？どこ行ったの？隠れてる？どこだ？あ、あれじゃないの？あ、おい、カレーよりしてる。そう、はい、お前らサボっとらんもんで取れたかねえかよ。安くサボっとるかなと思った。お前知っとったんだろ。はい、お前知っとったんだろ。全然知らなかったです。違う、違う、違う。あ、何？いや、真面目に取れたかねえわ。真面目にやってほしい。あ、手が汚いです。お前情報入ったろ。お前らがチャラだからタバコ吸うな。おい、それ運べ。おい、1ミリずれてるんだよって。詰めろしなで、お前シンデレラの悪いお姉さん2人役みたいな、そういう顔しとるもん。お前シンデレラのお姉ちゃんの顔しとるな。さっき来る前までそこ3人ぐらいマッサージしとったんですよ、カンタ。こうやってカンタのことベテラン人が出てと迷ってて肩もう疲れたんだよ。すいません。嘘マジで。トシ君、トシ君、お疲れです。まあそんな感じです。今日の動画は多分ボツになってると思いますけど、はい、もしあれが出たら、はい、チャンネル登録といいね。チャンネル登録増えていいな。チャンネル登録者も無事増えていいでしょ。見てない。コメントもめちゃくちゃ増えたよ。見てないよ。チャンネル登録者めちゃ増えたよ。増えたっすね。最近 YouTube もうあとちょっとで 10万。もう10万っすね。でもなんかあれだな、チャンネル登録者も増えてるけど、チャンネル解除者も増えてるな。なんかな、はい、だって本当今はもう視聴者はめちゃくちゃ増えてっとるから、見たことない人が見てアンチコメントめちゃくちゃ入れとるな。はい、本当にもう見た人ない、ない人がコメント入れてるな、はい、そんな感じです、はい。まあコメントといいね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。またねー。また、まあ、暗くなっていいだろ。よし、じゃあ日本人だけあるぞ。日本人だけあるぞ。それで炎上させようか、あそこで泳いで。泳いで、あそこで泳ぐわ。あそこ泳ぐ。